どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。NEXT MISSION。いつの間にやら正規部隊扱いだ。基地をユージア大陸内陸に移動させるとやらの命令が出た。え？輸送機まで当てがわれた。ただ、私がそもそも軍人ですらないということだけは忘れ去られてる。地図を出してみる。向かうのは最近上陸作戦が行われた島だ。例の軌道エレベーターだってそこそこ近い。ここの飛行場は軌道エレベーターの支援基地の一つだという。話はもちろん怪しい。私らは輸送機でこの飛行場へ移動する。戦闘機なし、身一つでだ。そして敵基地の格納庫に残っている機材を利用して戦えというバカな命令だった。お前たちは正規の戦闘部隊じゃない。本来なら地雷除去にでもさせられるのがいいとこの懲罰兵だ。懲罰部隊は懲罰部隊らしく、因数外の兵器で戦え。電話だ。基地移動の荷造りのどさくさの中、懲罰兵には触れることもできない電話機が見張りもなく放り出されてる。ずいぶん懐かしい見た目だ。最初に逮捕された時、すでに電話をする権利を奪われてたからな。こいつを通してその向こうにつながってるはずの故郷が嘘みたく遠く感じられる。私だって脱走の企てだけが脳じゃない。電話番号の一つくらいは覚えてたさ。それからしばらくして、マッキンゼー心へ出向いた。聞いたろ、参謀本部から直々に電話があった。お前なぜそんなパイプを持っている？祖父が空軍中将で友人も多かったもんでね。で、あんただけ特別仕立ての連絡機で飛ぶんだろ。みんなには明後日に向かわしといて、自分だけは違う方向に。わかった。だが便乗させるのはお前だけだぞ。座席の空きは一つだけだ。それはいいことを聞いたと私は微笑んだ。いや、これやばい。懲罰部隊始末されるんじゃねえか、軍に。俺らだけ身一つで。諸軍らにはこれまでの作戦遂行の功績が認められ、恩赦が下った。全員にだ。オーシア軍第444航空基地飛行隊は正規軍部隊に編入。一般作戦に従い、ユージア大陸南西部のハイラー島基地奪還作戦へ投入される。すでに戦闘が開始されており、南部の飛行場は取り戻した。今は島の北部で残存戦力と戦闘中だ。諸軍らはその飛行場の所属となる。戦闘は激戦を極めており、参加部隊はかなりの損耗が予想される。だが新たな戦地を与えられるのは名誉あることだと考える。懲罰部隊司令官である将官はここまでだ。私を含む基地司令部要員はユージア極東部の基地へと転属となった。しかしだ、補給による経由地ボルゴデレスとはエルジア領内にある新オーシア国で、途中迂回しても最後はエルジア領上空を飛ぶこととなる。そこで貴様らから数名を護衛として連れていく。護衛任務に長けたと思われる者数名を人選した。以上だ、解散。おい、待て、トリガー。貴様には護衛として飛んでもらう。腕前には多少不安があるがな。また無人機がやってくるかもしれん。何があろうと私の乗る機体を守り抜け。参謀本部直々による護衛機要員の指名がなければ貴様もタイラー島送りだったんだ。貴様、カーリング殺しのくせに裏から汚い手を回しやがって。いいか、怪しい動きを見せたらすぐに撃ち落とすからな。完全に都合のいいやつに扱われてやがんだな。次、準備。行くぜ、俺のイーグル。その前にエアクラフトツリーを見ておきましょう。F-15C からの、
ここでさらに強化してっていうのはできるんだよね。やっておくか。期待、オッケー、はい。ピッチスタップ。および、はい。MSL スピードプラス。よし。そして、新たに解放。E。F15E。こちら。ストライクイーグル。続いていきましょう。それでは F15C に乗っていきまして、セレクトパーツ。新たに。高エネルギー新型推進剤。および新設計大型フラップ。これを搭載。次行きましょう。機体の準備が整った。滑走路手前で待機しろ。三本線はいい加減消してくんねえかな。俺も懲罰部隊じゃないんだけど。マキンゼ司令を護衛せよ。他の懲罰部隊の面々はタイラー島送りになったわけだ。ただそのタイラー島送り、本当にタイラー島が、ねえ、にたどり着けるのかっていうのがちょっと非常に不安なところではあるんだけども。スペア15、こちら管制塔、滑走路の確認を受け、離陸を許可する。助かるよ。艦を乗せた輸送機はすでに離陸済みだ。スペア2がそばについている。カウントか。お前を見送るのもこれでおしまいだな、トイガ。どこだ管制塔、そこか。次は違う部隊で会おう。また会おう。いやー、これであれか、もう444懲罰部隊、444懲罰部隊基地からはさよならだな。悲しいことだが。離陸していく連絡機を見送った。これから向かうのが地獄の底だろうが、まあいいさ。ここの懲罰兵どもにも、付き合わされる監視どもにも、そして訳も分からず父を蔑んでいた私にも、程よい道のりだ。だがそういうものが似合わない奴もいる。あばよ、大バカ野郎。え？その一つの席を俺に譲ってくれたとかじゃないよな、まさか。司令官を殺そうとする者を殺せ。たとえそれが味方であろうともな。フルバンドのようにか。あれは事故だ。しつこいぞ。火星、私が話す。司令官のマッキンゼーだ。諸君らにはこの作戦の重要性を徹底したい。今後は私の命令を優先せよ。以上だ。積み荷にしては声が大きい。早速敵の防空兵器か。のんびり飛べる場所じゃねえな。行きますか。カムフラージュされたサムもあるはずだ。探し出して根絶やしにしろ。なんだあれ、なんか飛んでるぞ。サムの排除を確認。気を抜くなよ。ローパーワンが敵の攻撃を受けているぞ。すぐに対応せよ。バンドック、サムを絶対隠れてに見つけ出すんだ。護衛機に懸命しろ。飛んできてる方向は分かってる。対空ミサイル、こっちで撃ってきやがった。いた、あれだ。よし。どこだ、あと発射。あっちか。ミサイル行かせるか。機銃当たんねえか、さすがにミサイルは。そこだ、見えた。わあ、結構いるな、おい。あれ？味方もいね？よし。サムの破壊を確認。護衛を続行せよ。なんかいるな。おっと。なんか見えたね、今。
サムを発見した。指令を知らせるなよ。後が面倒だ。明日からゆっくり寝られるぜ。バンディットが接近。敵機と判断する。迎撃せよ。トリガー、お前は参謀本部にハーリング殺しではないと支障を与えたようだな。目的地でサムン会議のやり直しが待っている。この具合に任務としてせいぜい身の証しを立てるがいい。よし。お、ミラージュ。しまったー。よし、あいつか。なんともご都合よろしいことで。トリガー、カウント。ローパーワンが対空砲火にさらされている。嘘だろ、どこだよ。まあ、確かに、ね、おお。ローパーワンにミサイルが命中。マンドック、至急動員を遅らせるんだ。私の名前を使え。間に合いません。二機でやるしかないですよ。あれか、見えた。あ、行っちゃった。仕方ないな。かなり遠い距離から飛ぶんだな。ダメか。あ、めっちゃいる、めっちゃいる。レーダー、あ、レーダービークル、こいつをやれば。やばいな、バンディットは厄介かもしんない。これマジで急がないと。いた。スペア2、スペア15、バンディットがローパーワンに接近。グリ、え、グリペンじゃねえかこれ。グリペン、あ、やべえな。こいつ厄介なんだよ。確か強かったはず気がする。いや、待て待てってくれ。よし、よし、あとはどうだ。ん、左右から来てるな。どこだ？あ、いた！マッキンゼーが？真上か。ん？なんだこの。サム見てないけどね、もういよいよ。嫌な予感すんな。一回も手を抜いてないさ。敵を近
どうだ、よし、見つけた。下を見ろ。こいつは壁か。国境に沿って壁を作ったのか。正気じゃねえ。相当なデカさだよね。ボルゴデレストっていうのはその新あのユーシア、新ユーシアでいいんだよね多分、の多分国家なんだろうな。詐欺だったんだ。なんとか護衛成功かな。何、誰だ。おっ、いかにも無人機っぽいけど、あの来た、早い、なんだあれ、やばいやばいやばい、ついていけねえ、早すぎる、ヘッドオン、なんだ今のやれなのか。あーダメだ、全然もう近づけねえ。そうは言ってもな、ダメだ全然当たんねえ。あーダメだ全然当たる気がしないわこれは。なんだ、終わったった、よし、そっちへ行ったらお前が相手をしろ。どうよ、ちょっとえぐいこの軌道、当たる気がしねえ。どうよ、よし、よし、当たってる当たってる。何これあれじゃないか、かー、これは無理か。あー惜しい。正直これが当たらないとなると相当きついけどね。玉切れ、リロードがかかるな。よし、当たってる、いいぞ。
うなんだこの軌道。何者なんだこいつは。よし、これは強い。バンディットロスト撃墜だ。状況オールグリーン。スペア15よくやった。待て、今度は何だ。フォーフレンドリーアプローチ。フレンドリー。こちらは第444航空基地飛行隊。そちらの所属を明らかにせよ。なるほど、番犬どもか。お、こちらはサイクロプス1。サイクロプス。ほう。落としたのが君のところの大バカ野郎だとすると納得がいく。こちらは基地司令のマッキンゼーだ。うちのバカが迷惑をかけた。私の制止命令を聞かなかった。所属不明機を撃墜した彼は処分を受けるだろう。何？勘弁してくれ。司令官殿、状況を説明しますので我が基地までご同行願います。むしろありがたい。攻撃が耐えれなかったからな。彼らは見どころがありますよ。まあとりあえず弱かったよ、助かって。彼らは大丈夫か。そういえば命令はシンプルだ。司令官を殺そうとする者を殺せ。たとえそれが味方であろうともな。フーバンダのようにか。あれは事故だ。しつこいぞ。まあ勝ってよかったよ。一体何だったんだろうな、あの鉄器は。本当に所属不明機ってなると結構厄介だぜ。多分相手に済んだ。だってあ、やべ、カットしちゃった。ああ、性能データの収集を予定していたのだが、とんでもないことをしてくれたな。なるほど。いや、撃墜可能とは思ってなかったんだ、誰の手にも。ああ、諸君らの司令官の移動先は変更となった。え？戦局の厳しい前線への赴任となるだろうが、ご自分の戦績を強調されたざまみろ。その通りになるだろう。諸君らの身柄については現在調整中だ。指示があるまで待機せよ。ざま見やがれ、マキンゼ。ん？グラ、ガーディアン。スホーイ 35SU35S フランカー E ニュースキンやったぜ。というところで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。